おはようございます。おはようございます。一周年配信のタイムテーブル見たよ。ありがとうございます。昨日ね一周年配信、毎日配信、一周年配信のタイムテーブルを昨日の X へ載っけたので、ぜひ見てください。明日はできるだけいっぱい配信します。よし、わー、なびく。これで配信しよう。今日はちゃんと狭くそう。ママが買ってきてくれる。狭マック買いに行かなきゃ。どのマックにしよう。みんなで朝マック食べるやから、みんなが好きなやつ食べてもいいし、あゆみと同じの食べてもいい。明日の仕事の合間にちょくちょく覗くね。ありがとう。もうほぼ YNN みたいな。いつもさ、あやみさ、プチパンケーキなんよな本当は。だからさ、ほんまに朝配信すぎるね、さすがにね。8時半、そう8時半です。そう、青春ミックフィン。そうなんよ。何食べよう、マジで。でも見ないとさ決められへんねんな。やなんか、まあ時間によってはそんな重いものを食べれないから、いつもなんか軽いものにしちゃう。ソーセージエッグとかかな。食べたことあるのは、朝ばっかり食べたことあるのはソーセージエッグとかかな。うん、ソーセージじゃないわ、ベーコンや。ベーコンが入ってるやつを食べたことある。パティだから2つ。それじゃあ、でもハッシュポテトは絶対食べるからね。ハッシュポテトは絶対食べます、これは絶対。ちょっと弱めます。よいしょ。サングラスか。オッケー。
ケーだいぶ落ち着いた。今日がそう、今日が修業式。アップルパイはね、まああんまり好んでは食べないかな、普段から。確かに予想して買う、あもう言っちゃったけどほぼじゃあもうみんなで予想して答え合わせですね。最近近所のマークモール中なんで朝空いてない。うわピエンオーマイガーだね。お酒をもらった、もらったねあ、もらってない、もらってない、今日や。成績表じゃないやつはもらった、そのテストのあれをもらったけど。パーティーだからマックのチョコ、え、今チョコミントとかあるの？でもあやみはあれですね、イベントは今バニラ中なのでバニラです浮気しちゃうことになるからね。バニラ、はい、明日あやみちゃんのはありません。設備発表ありません。まあ高いやつは言うけど、でも多分全部平均ぐらいと思う。5段階評価なんですよ、うちの学校は。でいつもは国語とか得意なやつが5語とかで、それ以外は3かな、まあ、平均って感じ。点数悪くてもある程度提出物はちゃんと出してるから、まあ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 って感じ。欲しいはダメ、欲しいって何、何なんやろ、ここ何が書かれてるやろ。よくできましたとか懐かしい小学校のやつや。英語もいつもは3とかやった。なんだよ、暴れて泣いてる、痛かったか。まあ提出物出し通し、でも今まででも3以下取ったことないか、3以下は取ったことない絶対に。だから平均ってことは、みはつまり明日配信中なんで、休憩時間そうね、移動とかがあるから、その時間はちょっと一旦切らないといけないので、何度か切ります。美術とか、美術はね得意やった、語やった。美術は、美術国語語で、それが何やったっけなまあ何個か4があって、それ以外は3みたいな感じかな。何うどんやろ、分かんない1から打つか、普通に多分普通にシンプルな運動やと思うよ。はい、お仕事行ってきます。いってらっしゃい。頑張ってね。猫アーティスト。ピアス5です。そう。
なんなんやろ、授業態度も良かったから。し、作品もあやみはお手本にしてもらえるぐらいいいって言われたから、それは嬉しすぎね。マジ体育は水泳だから、いつも体育はね、あのね、水泳やってもね、趣味他の教科他の単元できてるからね、いけるんよ毎年。言っ、小学校の時から、小学校の時はまあ単元に分かれてたけど、国語の中でもなんかこの教科か、ちゃちゃ、国語の中でもその文章漢字とか分かってたけど、分かってたから、まあ小学校の時は体育は水泳以外はよくできましたやったけど、その中学校は水泳全体の、あ、水泳じゃない、体育全体の評価やから、水泳やってなくても他のやつちゃんとやってるからね、だいたいいい点は取れるんですよね。提出物も出し通し、初回まゆみちゃんと、初回まゆみちゃん得意ね。社会も得意です。社会は、4ぐらい、いつも提出物出して授業態度良くてやったらどうにかなります。はい、あとは先生と仲良くすること。まあ多分他、水泳と他のなんか体育の単元やったらさ、絶対体育の単元の方が成績はなんか多いわけやからさ、点数は。だからまあね、水泳の時間に案外熱中症の危険がさ、確かに。え、でもなんか入ってる人はあんまりないイメージやけど、なんかでも見学の人とかは絶対熱中症になりそう、暑くて。あのね、水泳は飛べない、運動神経は悪いよ、それは運動神経は悪いけど授業態度いいから。ちょっと、あみ覚える系が得意なんやろうな。そう、体育とかもたまに小テストがあるよ。そう、小と、ちょ、その小テストも点数に入ってくるし、その小、その小テストもう基本暗記系やから、だからまあまあまあ点数は悪くはないから、暗記系が得意なと思う。社会とかもそうやし、社会とかもほんあのほぼ暗記やん、もう地名とか名前とか。やけど理科無理やねんな、なんでやろな。いろんなパターンがあるからかな、なんか絶対にこれはこれっていうのはっきりしてない。数学もまあ普通にいけるぐらい、得意、なんやろな、得意、得意か苦手かで言ったら得意な方やけど、ダンス運動得意、ダンスイコール運動得意にならない不思議、確かに。代表例ホノピー、ホノピー好き。暑すぎて水泳の授業中止なしてる子、あやみたちも一回やった気がするよ、小学校やったか中学校やったか忘れたけど。
やマジ文系です私は点数的にも完全に文系なんですよね。だって理科ができないんだもん。プールない学校もなくなってくれ願いやからなくなってくれ。もうプールやだなんか入ってる時はさ良かったとしてもさ入った後がさその髪の毛乾かされへんし前髪ボサボサなるし、ほんでなんか自然乾燥やからなんかもわってなるし、まあ化粧水とかは持ってきていいよみたいな感じらしいねんけど、プールって設置場所と水代大変ね。なんで確かにやばいよ普通に水代そうやねそうやね、この長さで自然乾燥地獄やねマジ。もうしなんていうの、もう切れ毛がさもう全部出てくる、嫌だ。そうガシガシなるし、プールの後でやめ、わかる、わかります。てかまだもう本当にドライヤーを持ってきていいようにしてほしい、そしたらマジで何も文句ないからフ日焼け止め塗られへんのがさちょっと嫌なんだよね。落ちるやん塗ってもしょうか。なんかしかも小学校の時はなプールの日は日焼け止めつけてきた赤みたいなさるやつあってさ、それはほんまに意味わからんかった。日焼け止めが水に混ざっちゃうからなんか良くないみたいな。いやダメダメダメみんなでさドライヤータイムを作ろうっていう。待ってプール大丈夫？いやわかんない、学校によるんじゃない？どうなんやろか。そうプールドライヤー室って言ってドライヤー持ってくるじゃないな、ドライヤーがあるがいいな。そのなんていうんやろ、そういう一般的な家庭のドライヤーじゃなくてもうみんなで使えるドライヤーあるやん、なんかありそうじゃない、みんなで使える一個のでっかい機械でもう風をブーンって送ってほんで、うん、それならもう一個の電力で足りるから、どんだけ電力使うかわからないけどね。さすがにみんながドライヤー持ってきてみんなが一斉に使ったらブレーカー落ちちゃうし、夏のこの季節にブレーカーついてたらブレーカー切れたら普通に全学年クーラー消えて溶けるので、まあ男子は多分使わんと思うねんプールアート、だから女子でもう女子だけの人で、引っかかった。エアコンはね涼しいよ、扇風機でね髪の毛乾かしたらねなんか自然乾燥扱いになるのよ、ね、
か涼しいところでさ髪乾かしたよね。ドライヤーあったかいから熱い。女子でも男子絶対あっても使わない人多そう。闇の学校だってさ、だってプール終わってもさ、なんかその次の時間、次の授業の時間終わったらもう乾いてんねん。不思議すぎ？さすがに。羨ましい、短いの。地味に風来てるから怖いか。熱風の後に冷風すると髪ツヤツヤになるらしい。そうよ、ドライヤーした後に冷風でちゃんと2分ぐらい乾かしたらいいのよ、熱が冷めて。ロン毛ね、いないんですよ、うちの学校。坊主めっちゃおる。野球部かなって思っちゃった。あ、たまに学校でね、着衣水泳とかあったね。うん。着衣水泳持って帰るのめっちゃ大変やった服。くしゃみが止まんねえ。もうなんか3回さ同時に来たらやばいみたいな話聞いたこと。これは同時じゃない。 OK。うん、小学校の時に声小学校の時に水着着て体操服着て浮くみたいな。でやって、でも体操服濡れてるから持って帰らなあかんよ。でも水着よりもさ、なんか体操服の方が普通のさ服やからさ、水含んでめっちゃ重い。めっちゃ重くて大変やった記憶ある。うわっ、おっと、で時計が倒されました。こっちか。昨日かな、まめに細か。何時今、絶対そっか。うわ、絶対逆からやった方が。退社してる。ああ大変。だって今じゃ絶対8時なわけない。8時なわけない。8時なわけない。7時25分。 OK、 ありがとう。ちょ待って、ここに時計あるよ。お、まあいいや。オッケー。なんか学校関連何も映ってないが、メイク動画バリクソ散らかってる。ケープもあるし、よし2個。ね、メイク道具って大変だよね、直すの。めちゃくちゃ散らかってます。これだけ。めちゃ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 
だってすごいよ本当に。今日は式だけ。プール行きたくなってきた。プールはさ、遊びには行くのは好き。あゆみも。昔だけ合わすとき逆回ししたら来る言われ。え、そうなんや、すごい。そんな聞いたことなかった。じゃあこれからもちゃんと直します。長島、あああみはどこやろ。なんかでっかいとこあんま覚えてないな。でもアミとね、兵庫のプール行ったことあるよ。なんてプールか忘れた。JC はバレックス、アイドルはめちゃめちゃ、うん、とてつもなく。学校帰って岡野さんの瀬田さんを生徒待機しないとね。宿題もやらないといけんし。プールで浮いてるよ。そう、浮き輪持ってプカプカ浮いてます。あとはあれ、滑り台、スライダー。大阪暑い、多分大阪暑い。潔癖なのでプール行けない。うわお、え、学校の授業とかも結構しんどかったんじゃない。潔癖はつらいとこ結構あるよね。あれもでもね、あれも変なとこ潔癖出んねんな。めっちゃ変なとこ出る。いや、ここ絶対なんか、なんでここ、これいけんのにこれあかんのみたいなとこ自分でも思うときあるもん。例えばが思いつかばへんかったけど、今日は34まで。高いよ。俺の猫たんたちで、あ、俺のじゃないですね、ごまちゃんたちは。こんま、まあ、ちゃまあ、ちゃちゃちゃ麦どれも違う。帰る変なとこでキャプキャ。そう、え、なんか、え、なんでこれもいけないのこれ無理なみたいな。なんやろ、ストローとか無理やねん。悩み人によるか。でもめちゃくちゃ仲いい人はいけ。そう、もうほぼ学校昼までやから。いや、それがダメなんですよ。お昼って一番太陽上がってるじゃないですか。その時間にこの気温で帰るの本当にきつい。本当にね、人が多すぎて流れるプールが流れないプール化されます。確かにちょっとわかる。なんかそのまあ言い方がさ、ちょっとオブラートに包んで言えないから言えないけどさ、そのスプーンとかストローとか口全体をつけるものが無理なんだよね。お箸はいけるね、フォークもいける。あ、食べ方によるけど、飲み回し、あの、こうはいける。ちょっとまあ嫌な場合は場所変えて飲めばいいし、ストローの人はまあ多分ストロー大体無理やな。そう、なんかなんなんやろな。夏休み明日からよ。そう、中学校まで30分くらい歩いて行ってたからです。Oh my god、 5分です。
ブラートに包み込めない。そういえば今日のババ音するって思ってちょっと空見たら花火が、え、花火をたたたたたや。鍋とかも、あー鍋ね、いやでも鍋はね、あみちょっとね、家族としかやったことないから分からへんな。家族とか仲いい人とかしてやったことない。友達とやったらどうなんのやろ。他人が座った直後のほかほかの椅子だ。分かる、待って、それは分かる、それはちょっと分かる。なんかフォークはなんか大体刺してポクとかやんか、でスプーンはすくって全部食いっていくやん口の中に。あ、メンバーはいけます、あやみ。そう、メンバーのかの食べ物共有はいける、キューキのね一口ちょうだい、いけるねんけど、そう箸はもういけるね。ブラートベラベラ。あとはあれや、プールの時とかさ、自分濡れてるけどなんかそのプール終わりの脱衣所の濡れてるとこを歩くのちょっと嫌。みんなで使うスリッパはね、いけるね、それは。友達のお母さんが握った握り、まあ、どうな、食べたことがない。プールの話か、これ。てかそろそろ壇上読んで終わらないと、網も言って学校行かないといけないから今日は。確かに外食行けてるってことは大丈夫なのかな。行けまーす。13位つらさん、ありがとうございます。12位こうへいさん、ありがとうございます。11位、ハートにあの矢が刺さってる方、ありがとうございます。10位、なるさん、ありがとうございます。9位、アルミカンさん、ありがとうございます。8位、黒豚さん、ありがとうございます。7位、まさのさん、ありがとうございます。6位、高松さん、ありがとうございます。5位、松くんさん、ありがとうございます。4位、羽根馬さん、ありがとうございます。3位、ジョーさん、ありがとうございます。2位、きびだんごさん、ありがとうございます。そして1位はイコアミルさんでした、ありがとうございます。修業式行ったら行ってくる。ふう。今日で終わります。今日で終わります。学校がやったー。まあでも暑いって言ってもさ、まあ言って。言うてさ、多分家から学校まで5分なんよね。そう、ただ日陰が少ないんですよ、うちから学校まで時間が短いけど。イベントのオリジナルバター7月23日、あと3日早かったら今日19やんね。164日、ね、イコンミルさんか。待って、これで合ってる。
あ、かわいい。いちご食べたいな。早くいちごの季節になってほしいな。いや、桃も食べたいな。早く。めっちゃトマト持ってるみたいな、知った。かわいい。よし、てん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 つけとこ。これでちょっとはいちご感が出るでしょう。23か、そう。はい、じゃん。今日はイクモミルさんでした。ありがとうございます。オーマイガー、パチ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 。364日、はい、パチパチ。よいしょ。ありがとうございました。ではまた明日は8時半から1年配信ですよ。わあ。起きた。うん、1位になったらその書いてもらう初めて知ったけど、あ、確かに最近かも。これ始めたの最近です。はい。そう、これは最近からやけど、明日で365日。見えないな、先行ってきます。1年お疲れ様です。すごい。ありがとうございます。フライングありがとうございます。まあ、今日の12時までね、イベントの受付もやってるし、明日は1年配信もあるのでよろしくお願いします。グッド。じゃあ明日もよろしくお願いします。じゃあね、ありがとうございました。